先ほど東京都心で気温が30度に到達し、統計史上最も遅い真夏日となりました。今日は前線に向かって流れ込む暖かい空気の影響で、雨でも気温が高くなっています。東京都心では午後1時31分に30度に到達し、1875年からの統計開始以来最も遅い真夏日となりました。 さらに東京は今月3日目の真夏日となり10月としては最多記録となります。